かわいそうに。まだあなたの中にはドロドロとしたものが残っている。でも心配はいらないわ。残らず私が食べてあげる。俺だ。いつまで待たせるつもりだ。おい、僕また怪我された。汚れちゃったんだよ。お前今どこにいるんだ。松坂さんのマンションだよ。ディアホベーズ305号室。確かか。そうだよ、早く来てくれないと僕真っ黒になっちゃうよ。助けて。感情がキラキラ。